エルマ博物艦船となった不吟級ミサイル艇、不吟の LLS-920 後方から見た、LLS-920 博物艦船となった、機雷布ツ艇カルマルスンドの LLS-920 エルマ対戦迫撃砲は、スウェーデンのサーブ社が開発した、対戦迫撃砲。昇海艇などに搭載し、主に平時の領海警備に使用して、 潜水艦を浮上させ打歩することを目的とした小型対戦迫撃砲である。あえて小型にすることで直撃しても潜水艦を撃沈してしまわない程度の威力に抑えてある。成形策略の炸裂により潜水艦の外角に穴が開けば潜水艦は潜航が困難になり浮上せざるを得なくなる。当時、スウェーデンでは漁船の漁網が引き裂かれる事例が多数あり、 ソ連潜水艦による領海侵犯が日常的に行われている調査とされていた。1981年にはソ連海軍のウィスキー型潜水艦がカールスクルーナ近郊で座礁するというウィスキー・オン・ザ・ロック事件も発生した。この事件自体は広報ミスによる偶発的なものであったが当初スウェーデン政府は同国海軍の魚雷のテストを偵察するための 了解審判であると疑っていた。これらの状況を受けて、スウェーデン沿岸での特殊潜航艇との交戦を主眼として、1983年中盤より開発開始したのが本法である。本法システムは固定式の旧連装発射機4機を1セットとして使用する多段散布型の前投げ式対戦兵器である。弾頭は、 不評傾向用のカール・グスタフ・ムハンド法の砲弾を元にした成形作薬弾であり、潜水艦の耐圧核にユーロ効果台の穴をうがつことで浮上を強要する。新艦は着発式、一度の正射で80100メートルの範囲に着水して沈降する。発射機についても下記の通りに順次に改良が重ねられた。また、日本もアストワットマイナス601を 試験的に購入したとされている。ありがとうございます。